にゃせよまゆみちゃん、本日もよろしくお願いします。今日は前からちょっと気になっていたお店、八徳のお店に行きたいと思います。お店の名前が万行食堂さんって言うんですけど、ちょっと行き方が難しいので2パターンの道案内で撮っていきたいと思います。まずはじめに JR 鶴橋駅の中央改札出た方の行き方から紹介していきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。出たところです、はい、そしたら中央改札口を出たら右に曲がっていきます。ローソンのとこのローソンが見えたら交差点ここあるので右に曲がります。でいいかな、うん、多分あの行き方はいろいろあると思うんですけど、今行ってる行き方が方向音痴の方でも行ける、安心して行ける簡単なコースとなっております。通り周りかもしれないけど一番わかりやすいよね。一番わかりやすい、まっすぐ、ずーっとまっすぐです。抜けたらそのまま真っ直ぐ、もうすぐですお店、はい、あ、ほんまや、ここでーす。じゃーん、到着です。これが目印になるかな。店店名がお店の名前が万行食堂、万行食堂さんです。はい、もう一つ簡単な行き方があって、今度は JR 鶴橋駅の西口なんですけど、もう中央口か西口はもう行かれる皆さんがどちらかを選んでいただいたらなと思います。はい、JR 鶴橋駅西口出たところです。出たらこの乗り場を見てこう右、こっち右の方向に歩いていきます。日本語って難しいな。難しい。はい、この高架の下を通っていきます。これね、近いし簡単。これは近いかもしれん、うん、中央よりも、中央よりもこっちの方が近い、近いね、うん、もっと簡単やったわ。中央からこっちに来た方がいいかもしれん。うんうんうん、あっちはあっちで別に難しいな。そうそうそう、回る。こっちが一番最短ルートかな。交換のとこ下抜けた、ここやな。ちょっと正面にこの焼肉横丁っていうね横断幕が見えるので、見えたら今度は左です。もうここずっとまっすぐです。岡村商店さんが見えたら右です。そしたらもう、はい、到着です。万行食堂さんです。すごい、すごい。こんなんさ、見たことなくない？これどうやって食べるの？どうやって食べるんだよ。
え、どれするおすすめおすすめありますか。照り焼きマヨ、照り焼きマヨ、照り焼きマヨとスリラッチャは辛い方に人気です。あー、辛いんですか。キムチマヨはナチュラルキムチを使ってるので、さっぱりした感じの味です。あー、どうしよう。コチュジャンマヨは辛くなくてちょっと甘辛い。あ、そうなんですね。へモッツァレラハットグにキムチマヨトッピングです。めっちゃ美味しそう。いただきます。やばー、すごい。おー、いくで、はい、くで、はい、くで、連鎖や。あー、すごいすごい、これはいってるわ。オッケー。はい、今日は両手塞がってるのでできないです。食べるの難しいな。食べるの難しい、難しいな。一口で行こうと思うからあかんねんな。さっきのすごかったやろ、顔大丈夫。うん、サクサク。あ、横から出てくる。うわ、一気に変わる味。あ、和風。うん、外のこのポテト、うん、カリカリ。あ、そう。で、ソースが和風。めっちゃうまいんだわ、これ。伝わるかな。うまい。うまい。おいしい。おいしい。ちょっと食べてみ。ソーセージ。あ、途中からソーセージ。うん、いいね。ソーセージも美味しい、ジューシー。うん、食べて。ジューシー。うん。ソーセージやば。ソーセージ美味しいな。めっちゃジューシー。プリプリ。あるやん。こういう揚げ物系ってさ、うん、結構油がさ、最後の方になってきたらちょっときつくなってくる時あるやん。もうそういう年やもんな、だって。もう全然大丈夫。もう一個いけるわ。ほんまにいける。ほんまにいける。もう一個いけるわ。マンギョン食堂さんのハット。せんとこ久しぶりに会ったわ。作ってはるから。はい、作ってはる。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい。薄っ。ミックスコーヒーアフォガードです。うわ、もう一本。あのね、何リセットされる。ああ、そういうことね。うん、美味しい美味しい。うーん、私の好きな甘さわかるかな。甘党の人は絶対好きです、これ。甘い。うん、クリームがモリモリやから。クリーム、アイス、アイス、アイスで、お姉さんが言ってはったのは、これを混ぜたらフラッペになるって言ってはりました。これは乗ってる状態のアフォガードの状態。一
度で二度美味しい。ちなみに万行食堂さんインスタもされてますので、ぜひフォローしてください。